皆さんこんにちは。プランツガーデンパラダイスです。今日は新しく購入した我が家の新顔のご紹介と植え替えをしていきたいと思います。撮影した日は10月末です。まずはこちらローズマリーのレックスです。ローズマリーレックスは多肢性で狂犬種だと言われています。一枚一枚の歯が大きいのが特徴なのですが、暴れにくく他のローズマリーと比べても直立性高く上に伸びるのが高い、種類です。こちらが以前育てていたマリンブルーという種類で、去年の6月に枯らしてしまってから初めて今回購入したローズマリーです。今回は違う種類になったのですが、元気に育ってほしいなと思います。そしてこちらですね、アルテシマゴム、次はアルテシマゴムというゴムの木の種類です。フィカス属と呼ばれてるんですけれども、クワ科のフィカス属の属名で、ウンベラータとかベンガレンシス、あとはガジュマルもこれのフィカスと呼ばれる仲間の一つになります。フィカス属の観葉植物は全体的に耐陰性、暗いところも大丈夫っていう植物なので、室内で育てるのがとても育てやすいのですが、このアルテシマは室内の明るい場所で育てると、黄緑色の斑入りがきれいに入る植物です。そしてお次はこれちょっとチェッカーベリーですね。ツツジ科のチェッカーベリー、11月から3月頃までこの可愛い真っ赤な実をつけるそうです。寒さに強く、こちらも耐陰性があり、ずっと高さが低い、大きくならないのが特徴です。実が大きいのもとっても可愛いですよね。何年も前から気になっていたんですけれども、今回初めて購入してみました。赤い実は人間が食べられるものではないんですけれども、鳥はとても好物だそうなので、外に置いておくと狙われる可能性があるので、私は室内で楽しもうと思います。実が楽しめるのは3月頃までですね。これは購入から15日ほど経過した、植え替えた後なんですけど、チェッカーベリー、お花がね見えますよね。ちょっとピントが、部屋が暖かかったので、本来春5月6月頃に咲くお花が、釣り鐘型っていうお花がね、可愛いお花が咲いています。そしてこちらがポリシャスですね。これは実を楽しむものではなく、葉っぱを楽しむものですね。台湾もみじと別名呼ばれていて、とても柔らかくてふわふわした綺麗な葉をしています。これはね、今まで何度も大きな鉢から小さな鉢まで購入して育ててみたことがあるんですけれども、どうしてもなぜかうまく育てることができずに、そういうのありますよね。枯らしてしまうので、私は今回買うのは反対だったんですけれども、一緒に買い物に行った夫がどうしても欲しいということだったので、もうすべての管理を夫に任せるということで、購入しました。今回ちょっとご紹介するだけの形にしておきます。この動画を撮影したのは、10月27日
そして動画を上げている今現在は11月でもう寒くなってきているので、この時は暑いぐらいだったのでちょっと植え替えをしています。そしてね、新しくテーブルクロスを購入しました。画面で買った時はネットで購入したんですけれども、もっとリアルな木の雰囲気だと思っていたんですけれども、まあまあまあアイロンもかけないとですね。はい、ローズマリーは退院制もあって、春と、まあ、10月11月頃までなら植え替えをしても大丈夫な時期なのですが、ちょっと結構しっかり土が入っていたのでこのままにしようと思います。はい、次はチェッカーベリー、こちらはちょっと土が古くなっているので植え替えた方が良さそうなので今回植え替えようと思います。鉢底石ですね。そして、市販の観葉植物の土ではなく、果樹庭木の土というか、まあ、実がなる用の土ですね。こちらを使っていきます。本来はチェッカーベリーは弱酸性の土を好むので、まあ、配合するなら赤玉土、鹿沼土、ピートモスを入れて、育てた方がいいのですが、ちょっと我が家になかったのでとりあえずこのまま入れて、春になったらもう、ブルーベリー用の市販で売られているものは弱酸性用なので、そちらを購入して、まあ、春になったら改めて植え替えてあげようかなと思います。この土のままでピートモスを追加すれば弱酸性になるんですけれども、まあ、もう配合はしないと決めたので、あ、落としちゃいました。これ結局 2,3 個落としちゃったんですけれども、はい、植え替え方は植物に一番ダメージを与えない、根鉢を崩さない方法を今回取りたいと思います。つまりこのまま根を崩さずに少し大きな鉢に植え替えて新しい土を追加するだけの植え替え方法です。今回はこの方法で植え替えていきます。元気な状態であればこれで十分元気に育っていくので、下手に根鉢を崩してしまって状態が悪くなるよりはこのまま植え替えていく方がいいかなと思います。これから寒くなりますしね。あ、この子はね結構寒いのが、得意な子なのでいいんですけれども、ちょっと失敗したくないのでこのまま春まではこのままいきたいと思います。はい、これで完成です。あとでたっぷりお水をあげておきます。チェッカーベリーは乾燥が苦手だそうなので、まあだいたい 2,3 日ごとぐらいにお水を与えて涼しい場所に置いてあげます。寒いのが得意で蒸し暑いのが苦手だそうです。次は、最後フィカスのアルテシマゴムの木、こちらを植え替えます。見ての通り土が古くなって根がもう見えてる状態ですね。もう根もいっぱい張ってるんじゃないかなと思います。これもこれから冬になるので根鉢を崩さずに、10センチの3号鉢に植え替えたいと思います。アルテシマは市販の観葉植物の土を使います。先ほど入れ忘れたんですけれども、念のために、オルトランを入れて、防虫対策をしておきます。
ちょっと高さが足りなかったですね。足りなかったので、まあ、同じ10センチの3号鉢で高さの高い鉢を持ってきました。こちらに植え替えます。はい、これも崩さずこのまま入れていきます。ちょうどいいぐらいの大きさで横に空きがあるので、ここに土を追加していきます。はい、棒なのでこうグラグラしないように、高さの高くなる木は特にグラグラしないようにしっかり棒などで土を固めるのがいいと思います。根の周りがグラグラして不安定だと、植物がストレスを受けて元気に育ちにくいということがあります。高さのある木は風の影響を受けて、ね、土の中までグラグラしてしまう可能性があるので、しっかり土を固めていきます。はい、最後にこれは私が勝手にやってるだけなんですけれども、小さな軽石でマルチングですね、していきたいと思います。これは部屋に置くから、あの防虫対策、コバエとかねを防げますし、あと見た目がちょっと良くなるかなと。この後もお水たっぷり与えて、これで完成です。こうやって持っても落ちないぐらいしっかり隙間なく植えることができたら完成となります。また今度成長の過程など定期的にご報告していきたいと思います。最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。